ガシ。ほい。うお。ああ。ピシッ。はっはっはっは。マスターシャフ。おお。つい手が出てしもうた。わしも若いの。すっげえ。猫すげえ。でも。猫で大丈夫なのか？ピキーン。うん。うわあ。うわあ。牽制シャーフ。伝説の使いが相手とは美味しいぜ。うわあ。お主は年上の者に対する敬意が足りんようじゃのう。うわあ。すっげえ！へえ。猫すげえ！すげえ猫！すげえ！助かりました、マスターシェフ。巨大な分身を出すなんて、すごい技です。あれは、特別な激技ですか？バイバイ分身剣。劇を高め、巨大な人型、というか、猫型に塗り固めたのじゃ。僕にもその劇技、教えてください。私にもぜひ。俺もやる。じゃが、今のお主らには無理じゃな。え？マスターシャーフ、どういうおつもりですか？あなたは、戦ってはいけない定めなんです。獣剣不当の誓いを忘れたわけじゃないでしょうね。にゃに。あれくらい戦ったうちに入らんよ。にゃ。でも、マスターに何かあっては困ります。臨獣殿との戦いは、私たちに任せてください。そうです。奴との戦いは、これからが本番です。リオとの戦いは、リオ？臨獣殿を率いる首領の名前よ。臨在せよ、地獄の亡者。リオは、道半ばで死んでいた、古代の、臨獣剣使いたちを、秘術で蘇らせ、手下にしているの。今こそ存分に、飢えと渇きを満たすがいい。強くなるために、臨獣殿から人々を守る。これからの戦いは、あなたたち、激レンジャーにかかっているの。うん。だからこそ、マスターシャーフ、僕に巨大分身の激技を教えてください。激ビーストなら、僕はもう自由に操れる。だが、人の形に大きく練り上げるには、どうすればいいか、その方法を、教えてください。だから、お主ら三人にはまだ早いと言うておる。三人？こいつは部外者だし、論外でしょ。え？根性一本槍のランはともかく、僕はどんなに難しい激技でも、すぐに習得できる自信があります。ちょっと、それどういう意味？なあ、部外者って何？うるせえ。根性の何が悪いのよ。根性だけじゃ敵に勝てないだろ。まあ、早いの何のと言っておれぬかの。よし、お主らに売買分身剣習得への道を示そう。はは、悲鳴を聞かせろ人間ども。お前らが泣き叫べば泣き叫ぶほど、俺の力となる。止めるわよ。
テイカーポンプ。うわあ！無駄よ。無駄。ピュー。何者？リオ様の愛のために生き、リオ様の愛のために戦うラブウォリア、臨終カメレオン剣使い。メレ。お前もゾワゾワだな。タゲ、獣の力、ミスト、オン、ハドーン、ブッ。体にみなぎる無限の力、アンブレイカブルボディ、激レッド。日々これ精進、心を磨く、オネストンハート、激イエロー。技が彩る大輪の花、ファンタスティックテクニック、激ブルー。燃え立つ激は正義の証、銃剣戦隊激レンジャー。せっかくだけど、私格下とは戦わない主義なの。プトーン、プトーン、あとはお前だ、ゾワゾワのデカデカ。ちゃん、おい、あいつ、デカデカすぎる。僕にあの、バイバイ分身剣ができれば、ピピピピピ。できるぞい。猫のスラム。でも、まだ何も教えてもらってないじゃないですか。レッツ、これはお主だけじゃなく、トライアングルで行う激技じゃ。トライアングル、三人でってことですか？激銃剣の真髄は、真技体のトライアングル。お主らにはその真髄が、一つずつ宿っておる。真、技、体。乱が、心で。烈が、技。そして、ジャンが、体だ。さっきまでのバラバラなお主たちじゃ無理じゃったが、今ならできるじゃろう。お主らが揃って持っておる気持ちを重ね合わせるのじゃ。揃って持ってる気持ち？何？わかった！ワキワキだ！激銃剣がワキワキだってこと！そのワキワキを重ね合わせれば、何かが起こる。よし、やってみようよ。感じるままに。やるぞ。あいつ、ぶっ飛ばす。激技、銃剣合体。ブーン、クワー、ギャー。ガーギャーガープシューブワープシューブワープシュー、ガーボーボーピシューピシュッピシュッガルルルブワーWhaa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 
ゲゲドウジャーバーニングアップ。激ビーストを合体させて巨人を作るなんて。はっはっはっは。これがあやつらなりの激技。バイバイ分身剣ということじゃ。見事習得。せーので行くわよ。月こそ基本、魂込めて。せーの。はっ！ブーン。銃剣合体ね。奴ら意外とやるのかも。ん？ん？ん？うえ！ピシュ！おー、そうなんです。銃剣合体は、激銃剣激技の中でも、奥義中の奥義と言われたもの。よもやこの目で見ることができるとは、この激銃フライ剣の場へ、寒類に結び抱いております。ブー、勝手に出てくるんじゃないわよ、このおしゃべり場へ。メレとの戦いに敗れて以来囚われの身の私でありますが、これより巨大戦がある限り、私山越え海越えて、ついでにメレの胃袋からも飛び出して実況させていただく所存であります。ふん、ピシッ、ふがーん、はぁ、ドン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 、イエーイ、さあ始まった。ボアンティス剣マツリカ大きく振りかぶって激闘で避けた。激しい攻防だ。ボアンプシュ、ウィアーン、ボアンプシュ、ドン、激闘じゃん、小艇が入った。はっ、両者激しく激突。はぁ、はっ、ブワッ、ピシュ、ピシッ、ピシッ、うわぁ、はぁ、ブワーン、ここで大技、激闘じゃ後ろ回し蹴り、ブドーン。立ち上がりは激闘じゃ優勢で進んでおります。いかがですか、解説のメレさん。うっさい、誰が解説よ。ブッ、勝負はこれからよ。さあ両者再び激突。はぁ、絶気ブッ、へへ、おっとマティリカが頭突き、姑息な手段で反撃に出た。ブッドーン、ずるい、ずるいぞマチリカ。鋭い鎌が激闘者に迫る。ピシッドーン、激闘者ピンチ、ピシッドーン、ドーン、ドーン、追い詰められた。お、そこだ、ピシッ、お、はボーン、ピシッドーン、激闘者避けた。うわ、抜けねえ。おっと、命拾いです。チャンスだ、激闘じゃ。はあ、プシッドーン、プシッドーン、ブオプシッ、ブオッドーン、プシッ、決まった激闘じゃ、ローキック、グアードーン、見事な激闘じゃ。激闘じゃ、何か取り出した。あれはなんだ？手にしているのは？激鉄コン！激ヌンチャクの要領だ。いけるな、ジャン。ニキニキだ。うわぁ！シュッシュッシュッシュ。ヌンチャクは2本。しかしこの激鉄コンは3本の棒が合わさっております。うわぁ！プシュ！しかし激闘じゃ、この難しい武器を華麗に操っております。ブワー、プシュプシュ、激しいせめぎ合いだ。ブワー、プシュ、ブワー、ドーン、うわー、激闘じゃが競り勝った。激技いくぞ、激闘じゃ、激技大ガンガン剣。はぁー。
おお、激闘ジャーが回り出した。私の目もガンガン回っております。ドーンドーンドーン。銃剣は正義の拳、正しき者は必ず勝つ。ドーンドーンドーン。激闘者ウィン。激闘者やりました。まずは一勝。銃剣の歴史から見れば小さな一勝でも、彼らニュートライアングルにしたら大きな一勝。おーおーおー、うわー、プシュー。いつまで喋ってんのよ。俺の求める強さにはまだ足りぬ。ででーん。よろしくお願いします。前田でした。